ボボちゃんのフィッシングチャンネル。さあたまにはね、ベイトフィネスばっかりやったんで、普通にね、スピニングでスプーンで遊びたいなと思います。リールはねバンキッシュ、2000万ハイギアで、エステルの 0.35 だったかな、はい、0.2 だったかな、 0.3 だったと思います。リーダー5ポンド、そしてチビクワトロスプーンっていうねジャッカルのスプーンですけど、それの 0.4g、たくさんついたよね。飛ばしやす、飛ばしやす、飛ばしやす、すーげー飛ばしやすい。さすがスピニングといった感じですね。そんでまたこのバンキッシュということで軽い、リールが軽いっす。0.4 でもねスピニングなんでしっかり飛ぶ。いやだけどスプーンの反応良くないね。おー惜しい。スプーンの反応良くないと思ったら来た。よかった来た。もうほぼ巻きホールっす。普通になんかリトリーブしても釣れる気しないんで、ホール、ほぼホールです。だいぶあれだね、スプーンに対する反応がさほど良くないっすね。 0.4 なんだけどね。流れんながらいいかな。いやたくさん釣れると思いきやそう甘くないぜスピニング。ちょっとねカラーが地味めじゃないっていうのもあると思うんですけど、やっぱりカラーをやっぱり地味なのにしますか。ただやっぱりクランクとかスリムクランクのは釣れそうな気しますね。さあ地味めなんですけどもちょっとツヤのある、ちょっと表面少しだけキラッとしてるだけど裏は、地味な色。やっぱり楽に釣れますね、流れの中のね魚がね。あちょっちへ、はい、地味めのスプーンに変えたら一撃でした。さすがスピニング、たまにはねスピニングでしっかり遊びたいと思います。ありがとうございます。元気元気、スピニングでやればしっかり遊びますね。とりあえずは流れに乗せてもうラインをね保ってるだけ、それだけでグッとくると。今もねバイトがしっかりあります。とにかくねラインテンションを保つっていう、とにかくねトラウトのバイト自体は少しショートバイトなんでなかなかね難しいんですよね。一口でバクってねなかなか食べないんで、特にね貫通とかで放流されてるこういったレギュラーサイズのねトラウトっていうのがやっぱり20センチから30センチぐらいなんですけど、結構ね20センチぐらいのトラウトも多いんで、そうするとねなかなかかかんないですよ。でこれもまあいろんな流れがあるんですけど、やっぱりこう釣れる流れにこう流してあげると一発で来たりとかするんで、まあ、それが楽しいですよね。そういう流れを当てるのも楽しいです。さあポッパーでね釣ってた時に流れのね払い出しがすごく、払い出しっていうのかな、そのでかい流れの終わりでちょよどみ出す手前ぐらいがすごく反応良かったんで、そこら辺をねちょっと普
通に巻いて狙ってます。普通に巻くと言っても結構スローっす。おお、左から思いっきり目の前へ投げられてびっくりしたら来たで、あそこから超このまんまですよ。あそこからびっくりだね、こう投げてくるみたいな。で対岸のね方と攻める場所が被るっていうのは全然わかるんですけど、ガンガン釣りたいんだけどね、私が下手なのかガンガン来てくれません。さあラインテンションを張ったままゆっくりゆっくり、やっぱりねこうたくればたくるほどそのバイトするねゾーンというのが小さくなるんですよね。活性が高い時はねもう引っ張ってきてもどこでもバイトするみたいな感じなんですけど、切った OKOKOK、 いや釣れますね。はい、あれでもスピニングは釣れるということで嬉しい一尾でございます。まだまだ楽しんでいきたいと思います。それでもウグス、もう流れの中に乗せるだけで釣れちゃいますね。いやスプーンスピニングは釣れるわいやベイトリールもね好きなんで、お触った触った、エステルなんでね、エステルラインはね感度がピーと同等だって言われてるぐらいなんで、ですのでもうすごいですねやっぱりバイトは。やっぱあるあるね流れのラインからやっぱ外れちゃうと、ね、釣れなくなっちゃうんですけど、おー一発 OK 流れ強し、すぐ釣れました、ありがとうございます。かわいいね、楽しいだけど、はいバイバイ。スピニングでのねこういう釣りもねやっぱりねバス釣りにはない繊細さがね楽しいんですよ。楽しんでます。で結構ねリーダーエステルラインのねリーダーの結束部分って意外とこう結構いきなりプチッてが切れたりするんでね、1匹2匹釣れたら確認した方がいいですね。はい、いやこの琥珀というカラー釣れますね。今パンパンね聞こえてると思うんですけど、カワウがねすごくて、ね、カワウもなんかそのね野鳥の会とか動物愛護団体からね射殺する駆除をねなんかクレームですごいもらったらしくて、それからもう空砲らしいんですよね。だからもう繁殖し放題らしいです、とりあえずここら辺界隈は、はい、それもねどうかと思うね。あいつらもね外来種だからね。さらに言えばねこうやってカニ釣り場にもすごい被害が出てるわけであって、いやバイトがねダイレクトなんでね面白いです。あー飛ぶ、スピニング当たり前だけどルアーが飛ぶね。カラーチェンジしましょう。さあもう地味なやつですね、とにかくねこんなね虫みたいなやつでいきます。水生昆虫、イメージは水生昆虫。いやだけど最近ベイトでばっかりやってたから意外とスピニングが慣れない的なところありますね。オンサイドねえカワウが本当すごいですよね。やっぱり流れをもっとシビアに攻めないといけないかもしれないです。ちっちゃいな。
ちゃいいけど釣れた。可愛らしいのがやっと釣れてきました。ねえ、ちっちゃいけど釣れたよ。スピニング楽しいっす。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。スピニングを使って釣ったのはかなり久しぶりでした。当たり前ですが、スピニングの方がより繊細に扱えて魚ともやり取りできるのでやっぱり楽しいですね。貫通でのスピニングタックルももっと突き詰めてみたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。ボボテッペイことボボちゃんでした。もし僕のことを応援してもいいよという方、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。